今回は真相が判明した今このシーンを見返すとしっかりと仕組まれていたことに気づいた読者の反応集を紹介します。ちゃんと割れにくい体勢取ってるの小賢しい。質感がベビーカステラとか人形焼きみたいで美味しそう。いつか販売してほしい。石化するって分かってたら対策取れるもんな。ほんとだ。石化対策って大体こんな体勢になるんだな。石化対策なんて現実でありえないことなのになんで似通った方法確立されてんだよ。細い部分が壊れにくくなるからじゃないかな。まあ足首より下が無謀だけど。石化自体は神話からの定番ネタだからな。どの体勢で石化するのが一番壊れにくくなるのかって考えると割とこの体勢に行き着くと思う。石に変えたものを心ない兵士が無駄に追撃するわけがないんだし、過剰な演出ってことに気づくべきだったわ。普通排除で蹴れるなら壊すもんな。われろわれろ。よく考えた結果か。身長高いしたったまま石化して倒れでもしたら自重で壊れかねないもんな。政府に裏切られて他に手段がないとしてもこれやる度胸はないわ。Sスネークのヨークさん、今やるんすね。って感じの悪い顔好き。真相判明した今この場面見ると印象変わるな。石化した後に全員仮装に落として見えなくしてるのもなかなかにこずるいよね。あの時こっそり解除されたんだろうな。ここでも Sスネークさん点リーダー発してるな。小賢しいというワードチョイスが草。ヨーク石化してとは言ったけど蹴り倒せとは言ってない。実際ヨークのクソデカ身長だと立ったまま石化は目立つし周り下に落とした後でもバレる可能性上がるしな。ヨークをよく見てるな。まあ手足イコール細長い突起物って考えたら脆い箇所だし全方向からの衝撃を考えたら球体が最高だろうし。石化ではないけど立ったまま凍らされた青生地襲来の時は危なかった。空中のルフィはともかく地面ごとやられたロビンは足折れててもおかしくなかったぞ。この辺も猿芝居だったんだな。被害者は疑われにくいもんな。もう他のセラフィムっておらんの。クロコダイル、ロギアを再現できないからいない、ドフラミンゴ、腐っても天竜人の血筋なのでクローン作ること自体ご法度。モリア、本体がそもそも大して強くないのでいない、黒ひげ、能力再現できないからいない。ロー、在任期間が短すぎてクローン生産できなかった、ウィーブル、こいつの存在自体がセラフィムの前身だからいない。バギー、セラフィム化しても役に立たない。異論は認める。クロコダイル、モリア、ドフラミンゴのはさすがに出してほしいわ。少なくともエッグヘッドにはいないけど個人ベイが4って書かれた格納庫にいて7まで確認できるから7体いそうではある。七部会になり変わる戦力とは言ってるけど七部会を再現するとは誰も言ってないからな。それにドフラミンゴとモリアとクロコダイルじゃこれまでの2番戦時にしかならんから。残り3人は絶対にルフィたちと敵対しない味方陣営のセラフィムの方がインパクトもありそう。あと3体か、普通に考えたらクロコ、ドフィ、モリアか。捕まっていてサンプル取り放題だったエースという特大フラグ。でも残りが七部会とは限らないんだよな。エースセラフィムは作れないことないだろうけど忌み嫌い消したかった海賊王の血をセラフィムで復活させる旨味がわかんないんだよな個人的に。何も海軍側が作るとは限らないのか。ロジャーの血を残したい第三者の可能性も、いやでも金がないか。今出ているのが麦わらの味方的存在だから敵として戦ったクロコダイル、ドフラミンゴ、モリア様のセラフィムが出たら味方になりそう。命令されるのがセラフィムの使命だからそれはなさそう。裏切るとセラフィムの意味がなくなるし。クロコダイルモリアミンゴセラフィムは他の任務に出てて姿がないだけと信じてる。海軍側の強いやつのセラフィムも作れるのかな。エッグヘッド街のどこかで任務中かもしれん。クロコは直接戦闘的な強みとしてはロギアの連動だったからな。それに加えて海軍すら完全に出し抜く知略が売りだからあんまりセラフィムにするメリットはないかも。七部会に代わる勢力なんだからたった4人なわけないし、ハンコックに2体派遣してるから、ミホークやウィーブルのとこにも派遣自体はされてんだろう。失敗しただけで。他疑問系なのにバギーだけ断定なのじわる。クロコダイルは懸賞金の話見る限りロギアの能力と知略が強みっぽいがロギアは再現不可。上からの命令に逆らわなう強力な駒を欲する上で駒自体の高い知性はかえって邪魔になりかねないプラス。何らかの不具合で命令を聞かなくなった時に厄介。だからクロコダイルのセラフィムいないんじゃないかと思ってる。クロコ、バギー、モリアは旨味がない気がするな。大量のシャンクスかカイドウが欲しいな。フィジカルに強みない奴は作らん気がする。ドフラはいるかもね。7つあるのも別にセラフィムが7体いる格納ことは言われてないんだよな。セラフィムプラス他の兵器かもしれない。ギザルはレーザーだけかなり早期に開発されてるけど本人のセラフィムがいないのは本人のフィジカルに何があるのかなって思ったりした。バルジモアに設計図あったってことはあれキザルを再現したわけじゃなくて普通の光学レーザー兵器なんじゃねえかな。ワンピ世界でそんなことできるのはキザルしかいないからみんなキザルのレーザーのコピーだと思っただけで。ドレイクがこう言ってたからキザルのレーザーを兵器化するのはやられてたのかな、って思ってた。でもドレイクが勘違いした可能性もあるな。
キザルの攻撃力を再現だからキザルの能力と同等の力を科学で再現してみせたってニュアンスに感じるな。ドレイクが計画をどこまで知ってたかはわからんが、セラフィムって簡単に言ってしまうと人型兵器だから作るなら単純に再現できる範囲で特に強力な能力持ち元のフィジカルと戦闘力が高そうなやつをモデルに選ぶはず。そういう基準なら今出てる3人は納得なんだよな。他にも違う能力を持ったエスホークシャークが量産されててもおかしくない。あとはメタ的に敵対譜として。バギーは強いと思って作ったけど弱すぎて失敗作と思われてるかも。フィジカル重視で血を取れてそうなやつというと黒ひげかエースかなと思うが、どっちも七部会勧誘蹴ったり利用してすぐボイで反抗的だけどそういうのはセラフィム作るときには考慮しないか。ドフラとかエースは血筋の問題が気になるな。エースの方は世界政府と海軍が多数の妊婦や赤子殺ししておいて、自分たちがヤバくなった途端絶やそうとしたその血にすがるという身勝手ぶり描写ですごい美しい光景だと思う。黒子やドフラがやらかしたの最近だし各国から顔も見たくないとかの配慮がありそう。森屋は影の再現不可やら政府が直接殺しの命令出した手前世の中から忘れて欲しかった感はある、言ってたけど。メガパンクが世間や海軍の心情をどこまで思んばかってくれるのか微妙なところだな。エースや黒子、ミンゴのクローン作って微妙な反応を示されても性能の良さを知れば納得するだろう、とか考えそう。なんというかメリットがあれば多少のデメリットは許容されて当然と考えてしまうというか。ミホーク、ジンベイ、戦闘経験を血統因子で読み込めるから元の強さを反映できる。ハンコック、世界一の美しさがないと成り立たない。クマ、以前に言及のあった得意な人種の関係。他の七部会、能力頼りで本体由来ではないは本体性能は少めなのでエスミホークなどを量産した上で悪魔のみを組み合わせた方がコスパが良い。って感じでは、セラフィムって海の親のベガパンクじゃなく五老星を意見トップにしてるあたり世界政府の思惑もかなり絡んでそうな兵器な気がするけどどうなんだろうな。作られなかったクローンは本体性能が良いわけじゃないしな。悪魔の実が良いんなら悪魔の実だけグリーンブラッドでジンベイフィムに入れるとかミホフィムに入れるとかクマフィムに入れる方が良い。元が非能力者のシャークとホークはともかくそもそもグリーンブラッドに形を変えても能力者の海弱点を消せてなかった以上。二つの悪魔の実を食うと爆発するデメリットというか制約も引き継いでそうだからベアはダメじゃないか。クロコダイル、ロギアの再現が難しいと言ってる以上完璧に再現できないものを作るのはベガパンクが我慢ならなそう。モリア、能力は強いがこの能力を生かすゾンビ軍&パワー、ためには他のセラフィムより手間がかかる。ドフラミンゴ、ベガパンクが天竜人の地位や権力はともかく本体を対して評価してないのが判明した。新七部会バギーローイーブル、こいつらが加入した時点ですでにセラフィム生産は始動してるぽいので血統因子をグリーンブラッドにする以外の用途なし。そもそもセラフィム4体でベガパンクに与えられた予算の限界だったんじゃないかという気はする。だって50体量産できてるパシフィスタが一応2年前旧型時点で1体で軍艦1隻の値段なので、4体でストップしたってことはパシフィスタ何体軍艦何隻分の予算使ったんだという感じだよ。天竜人は基礎からだスペックに他の人類と比べてそこまで大した優位性がない、とドフラミンゴの血統因子を解析して分かったとか。